松並漁港にやってきました。私の奥に見えます建物ではアジやサバなどの競りが行われていたんですが、3月の末で競り場が廃止されまして、今後の漁業復活への懸念がされています。しかしこの松並で復興を願う人たちがいます。能登の人は土に生まれ土に帰る。私はそんな能登人に会いに行きます。港から一本道入ってきましたけれども、なんかお店があるのかな、こちら。おはようございます。よろしくお願いします、はい、いえ、こちらこそ。どうも、どうもご苦労様です。これなんですか。これ干物酢。こんなにたくさんあるんですか。はい、はい、これずっと押すんですけど。でここは何のお店なんですか。魚屋です。あ、魚屋さんなんですね、はいはいはい、もうね、この辺に一軒だけです、私は。あるのが、こちらの魚塩鮮魚店は松並生まれのご主人梶山浩一さんが42年前に創業。松並はもちろんのこと、能登町で水揚げされた魚介類を扱ってきました。創業以来、一般客はもちろん旅館や民宿などからの注文が相次いでいたそうです。いっぱいお魚並んでて立派な船盛り作ってますね。注文入ったんですか。注文、はい、母の方の全野菜。全野菜。おおおお、出来上がりですね。これ立派ですね。これちなみにお魚は何と何になって。なめらのヒラメと、はい、タイと、はい、サーモンと、これがサワラ、これがアジのたたき。ちなみにこれってどちらのお魚になるんですか。これ牛津。今はね、昔は松並があったんですけど、松並がダメになった。それが一番ショック。魚はほんと不自由してなかったんだけどね。これに最高で売り上げもできてきたし、来年は頑張ろう。このままでいくと十分いけるから、まあ正月に何日休む、一食ほど休むって言ってたんですよ。言ってた。これが2ヶ月も休む。元日の地震で建物に大きな被害はなかったものの、店の周辺には地割れが。停電や断水、漁が行われなかったこともあり、休業を余儀なくされましたが、3月から営業を再開しました。この初日を開けた時っていうのは、うん、お気持ちはどうでしたか。楽しかったけど量は少なかった。やりがいがでも戻ってくるってのはいいことやね。そうです、それが一番。仕事ができるっていうのは一番。2ヶ月っていうのは何してたかって言ってもう覚えてないねん。もう魚の顔見えんかったらダメやって。お客さんがやってきました。新鮮な刺身を探しに来たそうです。おさん、いつも来とらんですか。どこ。ここのお店。ここの店か。はい、もう高いけど一人。高いけど一人。ここのやっぱ前酒じゃん。やっぱ美味しいじゃないですか。美味しいよ、ここのは。なあ。もっと言うて。ここのは最高美味しい。人たちとかそんなに戻ってきてない中で、うん、お店を始めようって思われたっていうのは、うん、思いはどんなところがあったんですか。帰っておいでる時にどこもなしに暗かったらダメでしょ。よく遊びに来る人行ってるから、あればいいかなと思う、うん、ここが憩いの場になっとるんだ。そうだから、ちゃんと椅子も作ってもらって。あ、本当や。あ、そうなんです、これ一応作ったんです。要するに魚屋さんだけを開くっていう意味だけじゃないんや。そうやっぱり遊びに来る人、うん、うん、あればいいし、うん、笑顔の絶えない梶山さん夫妻。地震を乗り越え、地域の人たちと一緒に松並の未来を追い続けています。かつては畠山市の居城、松並城の城下町として栄え、550年の歴史を持つこちら能登町の松並ですけれども、今回の地震で本当に大きな被害を受けてしまいました。お邪魔したのは
松並米飴を作り続けている横井商店。松並米飴は500年以上の歴史があり、能登産のうるち米と石川産の大麦だけを使った優しい甘さが特徴。すべて手作業で作られています。地震に負けないぞ、貼っておりますね。これ何でしょう。すいません、はい、石川テレビの稲垣と申します、はい、はじめまし て金沢の浅野町児童館のお子さんたちが地震で被害を受けたってことで、負けんように頑張ってっていうことで。浅野町児童館の皆さんとは何かしらつながりが、はい、子どもさんたちが近くで田んぼで米作りをされてて、そのお米を使って飴にして、そして自分たちでまたそれを販売するというような、皆さん学ばれてるっていう感じなもので、邪魔にならんかったら貼って、あ、置いてってこう言われて、どんな邪魔どころかね、もうしっかり貼らせていただいて、はい、もらって正直お気持ちどうでしたか。いや本当にね、涙が出るというか、1月はもう本当にもう大変だったんですけど、まあ頑張らなくちゃなっていうことでしたかね。ちょうど飴を作っているということで作業場にお邪魔しました。よろしくお願いいたします。あ、いらっしゃい。あ、こちらが、はい、今絞りたてのもろみから発酵した甘いエキスを絞った、それを釜に入れてゆっくりと炊き詰めていくと、べっこう色の柔らかい飴、飴の一番の元というか元ですね。地震の影響ってどうでした。床も亀裂が入って少し傾いてるんですけど、はい、この釜も同じように割れたところから向こう側へ少し傾きがある。ひび割れもたくさんあった。4カ所ぐらいね。実際にここに一番最初に入ってひび割れを見た瞬間はどんなお気持ちでした。土台の石を直すのが大変やし、もう 2,3 日もう呆然としてたんですけど、でもこれ今まで一生懸命続けてきたことがこの釜の壊れで止まってしまうといかんなと思って。実際に再開して初めてできた時ってどんなお気持ちでした。励ましてくれた人にこれでまた昔の味を届けられるなっていう、そういう感動がね出て、みんな大変なんだけど一つそういう飴を通じてつながりがまたつなげたなと思えば、ああ直してよかったなと思います。ずっと続けていく。はい、もう元気でやれる間続けていきます。もうお客さんも元気でやってたらずっと通うねって言ってくれてんでこれからも、はい、ぜひとも来てください。ありがとうございます。今日はありがとうございます。